こんにちはビオトープチャンネルです実は私屋外でメダカを飼う方法とか投稿していますがメダカを飼い始めた頃室内飼育で全滅させてきました子供を喜ばせようと思っていたのにもかかわらずメダカさんがかわいそうだからもう飼わないでと言わせてしまった過去があります ななぜうまくいかかかったのか今回は過去の私の失敗談を水槽を立ち上げる様子を見ながらお聞きください正直今回も室内で飼うのは不安が残りますが理由があります屋外で飼っていたレッドビーシュリンプと秋に生まれた2匹の稚魚は屋外越冬が難しいと思ったからですそんな まともな理由もありつつ、屋外飼育だと冬場は餌もあげないし、メダカさんたちはそこに隠れているので、姿を見ることがほとんどなくなるのです。結局のところ、冬の室内にも癒しの空間が欲しかったのです。私にとってもまだまだ未知の世界ですが、これからメダカ飼育を始める方の参考になると幸いです。 これは初心者あるあるではないでしょうか失敗したくないし大きい水槽には手が出せないとにかく小スペースで買いたくて小さな卓上水槽などについ惹かれてしまうんですよね100円均一の小さな透明容器を買ってきてそこに何匹も入れて買おうとしたりめちゃくちゃ浅い和風の陶器皿で買おうとしたり 見た目ばかり考えていました。次々と容器を変えて、その度に水を全部変え、バクテリアや水質なんて、あまり気にしていませんでした。でも今回も小型水槽を使っているじゃないかと思っていることと思います。今回は半分以上を古い飼育水を使っていて、飼うのは小さな目だか。 制御に比べて汚れるペースが遅いはずです。さらに古い飼育水を使って、水質を早く安定させるという試みです。ネットで見かける水量の少ない、おしゃれな卓上水槽は、初心者が手を出してはいけないのだと、今になって思います。私のように、初心者が小さな容器でメダカを飼おうとするのは、終わりの始まりなのでした。 ついついたくさん餌をあげたくなるんですよね。メダカってずっと餌を欲しがっているように見えませんか隅っこにいる気の弱い子がちゃんと食べられていないのではないかとその子に向かって餌をあげる。でも他の子たちにばれて餌を取られる。そしてまた餌をあげる。なんてことを一日に何回もしてしまい結果的に水質悪化。でもメダカは 数日くらい餌をあげなくても生きていけるのです餌をあげすぎることで餌の食べ残しと糞が増え水質悪化が早まってしまうそんなこととは知らず小さな容器で餌をいっぱいあげていた私今でも餌をたくさんあげたくなりますがなるべく我慢しています 体に白い点々ができたときは気づくことができました。白点病という病気だと知り、遠慮を試みましたが、良い結果を得ることができませんでした。しかし、その頃の私は暴れるように泳ぎ回っているのを見て、元気に泳ぎ回っているなぁと思っていたんです。とにかく、落ち着きがなく泳ぎ回っていたんですよね。今、 屋外で飼っているメダカたちを見てもそんな泳ぎ方はしていませんそしてしばらく後に元気がなくなりパタパタと生きたえていくあんなに元気だったのになんでと思っていました水換えはこまめにしているし水はきれいなのになぜか死んでいくという事態に悩んでいました 容器が小さすぎることに気づいてからは少し大きめの水槽を購入してみましたがその頃の私は水槽を変えるたびに水もリセット星になる子がいるたびに大幅な水替え餌や糞は水ごとスポイトで吸い取っていましたバクテリアが湧く暇もなくとにかく水を新しくしていたのだろうと今となっては思います 結果的に私は水質を悪化させることばかりしていたのですメダカを譲ってくれた方はどんどん増えるし簡単に買えるよって言っていたのになぜこんなにもパタパタと死んでいくんだろうと悩んでいました今思えば水さえあえば簡単ということだったんだと思います魚にとって良い水というのはバクテリアなど 人間の目には見えないもので成り立っているので、とても難しいです。正直、今でも水が良い状態なのか分かりません。また、調子が悪くなると、私は慌てふためくのでしょう。以上、私が初心者の頃にした失敗でした。この水槽を立ち上げて、2ヶ月近く経ちますが、今のところ順調です。 今映っている2匹の子はここにいる間に大きくなってきたので温かいうちに屋外に戻ってもらいましたこのオレンジの子はもっと小さい時から丸っこくて明らかに他の子たちとは体格が違いましたもう1匹と長さは同じくらいですずっと病気なのではないかと心配していたのですが今も元気そうです 泳ぎ方がフリフリしていて、とても可愛いいんです。この動画にずっと登場していたので、見返してみてくださいね。一つ失敗したことは、水草の水上用を購入してしまったことです。水上用と水中用があることなど、知らなかったのです。 水中で育つことにより、葉の形や色を変えるのです。水中用に移行することができました。水草の面白さにすっかりハマってしまいました。 この水槽では秋生まれのメダカちゃん2匹レッドビーシュリンプ2匹水草で冬を乗り越えますまた近況報告しますのでチャンネル登録よろしくお願いします最後までご覧いただきありがとうございました